こんばんは。こんばんは。ニュースリアルタイムです。リアル特集です。倒産の危機に追い込まれたある中小企業に密着しました。経営者が直面した修羅場を目撃、企業倒産の現実です。セミフワタリなんか起こしやがってよ。すいません。みたいな会社でよ。しっかり起動したらフワタリなんて起こすわけねえだろってのよ。債権者からの執拗な取り立ての電話。本当申し訳ないんですけど。押しかける取引先。ある中小企業が不渡りを出し倒産危機に陥っていた。会社経営者の男性は破産寸前まで追い詰められていた。しかし連帯保証人に迷惑かけてノーノーと生きてはいけないなと思いました。借金の保証人は高校時代からの親友だった。会社が倒産すれば親友に800万円もの金を肩代わりさせることになる。残された道は銀行が閉まる午後3時までに債権者と交渉し2度目の不渡りを防ぐしかなかった。会社再生のプロの力を借りながら友情を、そして会社を守る命がけの戦いが始まった。どうにかしてください、どうにかしてくださいよ。お金借りるときとそういうときだわけね。頼まれてもしょうがないでしょ。いやいや、分かってますよ。分かってますけど、もう時間がないもんですからね。私もどうしようもないんですよ、もう。果たして倒産は防げるのか。目撃ドキュメント、中小企業倒産の修羅場。東京・錦糸町に中小企業経営者たちの駆け込み寺がある。事業再生コンサルタント吉田猫次郎さんの事務所だ。猫次郎さんはもともと大手商社のサラリーマンだったが、親の会社が経営危機に陥り連帯保証人だった彼は借金地獄に。自殺未遂、闇金に拉致監禁されるなど壮絶な体験をしてきた。現在は本業の経営コンサルタントの一環として無償で闇金被害者の救済もしている。私たちが取材に訪れたこの日、緊急の SOS が入った。はい、猫次郎経営研究所です。電話の相手は中部地方で製造業を営む中小企業経営者。振り出した小切手の支払いができず、この日不渡りを出してしまったという。ここで終わりだと思っちゃダメでしょ。頭、何度も言いますけど、頭柔らかくしないと。経営者の男性は借金返済のため、かつての猫次郎さんと同じように生命保険目当ての自殺を試みていた。このまま放っておくわけにはいかない。翌朝、男性の元へ向かった。でも正直どれぐらい可能性あると思いますか？ 30%。 30%、はい、逆に言うと 70% の確率でいくら努力しても不渡りは出します。不渡りとは、例えば A 社が B 社に手形または小切手で支払ったとする。 A 社は約束した期日までに銀行に入金し、 B 社は受け取った手形小切手を銀行に持ち込む。すると現金を受け取ることができる。しかし A 社が入金できないと B 社は手形小切手を換金できない。これを不渡りという。不渡りを半年間に2回出すと銀行との取引が停止される。手形小切手は使えなくなり、信用も失い商売を続けるのが難しくなるため、事実上の倒産と言われる。この日小切手の決済を迎えていた。もう一度不渡りを出せば会社は倒産する。現場に着くとそこは修羅場だった。もしもし。てめえ不渡りなんか起こしやがってよ。すいません。クソみたいな会社でよ。クソなんだよ、めんところの会社はよ。はい、うん、だったらな、そんなもう会社なんてやめちまえよ。しっかり起動したら不渡りなんて起こすわけねえだろってのよ。社長の加藤さんに債権者から情け容赦ない罵声が浴びせられていた。さらにちょっと言っときます。どうぞ。取引先の方
そうです。今日どんな様子かって見に来たみたいですね。前日の1回目の不渡りを知った取引先が駆けつけていた。会社は生きるか死ぬかの瀬戸際に立たされていた。社長の加藤さんは以前はサラリーマンをしていたが、今から16年前、35歳の時独立。工場3つ、50人の従業員を抱えるまで会社を成長させたが、悲劇は突然訪れた。年商どのくらい、月商どのくらいですか？今年はもう全然少ないです。月商で70ぐらいですね。工場3つぐらいでやってたんですよ、2つ3つで。で、その相手先がまず潰れたっての。苦境の原因は大口の取引先が突然倒産したことだった。一気に仕事がなくなり、月に1000万円以上あった売り上げは70万円にまで激減。銀行に借りた金の返済に行き詰まった。金あるときはみんな友達で来るけど、金なくなって貸してくれって言うとみんな逃げていますね。みんな最後まで残ったのは同級生です。連帯保証人に迷惑かけて自分が破産しました、自己破産しましたっつって、ノーノーと生きてはいけないなと思いました。会社が苦境に陥った時、高校時代からの親友だけが困り果てる加藤さんを見かねて借金の連帯保証人になってくれたという。楽しようとしたら自己破産が一番ってことになっちゃいますけど、会社と個人が自己破産すると、連帯保証人に当然のごとく全額請求されます。完全になくそうとしたら保証人さんも巻き添えにして全員で自己破産しないと。連帯保証人は借りた人と同じ責任を負う。加藤さんが返済不能になれば、親友が利息分を含め800万円もの大金を全額肩代わりすることになる。それを避けるには法外な金利をかすめ取る闇金から借金をしてでも銀行などへ返済を続けるしかなかった。社長、これ昨日飛んだらしいんだけどさ。はい、これうちの分返してくれんでしょ。ちょっと待ってください。とにかく待ってどうすんだよ。待ったら必ずてめえ入金してくんのかよ。いや、だが何とかやりくりしてきたものの、闇金に担保として取られた小切手が前日不渡りとなってしまった。闇金業者たちは会社加藤さんの携帯電話へとひっきりなしに取り立ての電話をかけてきた。あ、お待たせしました。この日小切手の支払いは計7社、金額は400万円を超えていた。だが連日闇金に法外な金利を払っていた。加藤さんの所持金はわずか数千円しかなかった。猫次郎さんは一か八か不渡り倒産を防ぐある作戦に出る。簡単に書きました。3時まで諦めるな、金がなくても。闇金は懲役5年、罰金1000万円の重罪だ。警察に訴えると告げれば彼らは逮捕されるのを恐れ、銀行に回した小切手を引き戻す可能性があるという。銀行が閉まるのは午後3時。果たして闇金は小切手の換金を諦めてくれるのか。電話をかけた。今日小切手回ってるじゃないですか。35万が回ってますね。回ってますよね。はい、これを止めていただけませんかね。社長ね、ええ、あなたは助かりたいんでしょ。できれば助かりたい。そのためにそういう話をしてるわけでしょ。ああ、警察が、はい、だこだって脅かしたってうち聞かねえから。警察に被害届を出すと告げたものの、闇金業者はそれを無視、一向に引かなかった。しかし話は先生入ってるんですか。あ、今ここにいます。うん、だったら変わってもらえば。ああ、ちょっと待ってください。はい、待ってください。もしもし、お電話かりした吉田猫次郎と申します。あ、わかります。私とお話ししたことある方ですか。ありますね。偶然にも以前別の被害者を救済した際に話をした闇金業者であった。僕の勝手な余計なおせっかいなんだけど、諦め悪い性格だから、はい、早い話、金かけずに2回目の不渡り出したくないっていうのが僕の気持ちなんですよ。それは先生正解でしょ。で、うん、でもう一つさらにぶっちゃけベースで言っちゃうと、今日2度目の不渡り避ければ
お仕事続けていけますから、はい、だからそちらの望む通りの金額は多分返済できないと思うんですけど、最低限のね、最低限の返済はおそらく分割でしていけると思うんですよ。はい、それでちょっと円満解決してもらえないかなと思って、最後にちょっと借りた元金だけは返済するとの提案に、はい、闇金業者は、はい、はい、すいません、うちはね、はい、小切手は引けないけど、はい、全部の話まとまるんであれば、ええ、うちは別に今日35万入れますよ。え、当座に入れるの？35万入れますよ。で、指定で落としてくださいよ。そうすれば社長は1円も使わずに落とせるわけでしょ。はい、今日それやって社長が助かるんだったら、ええ、それは今日一緒に協力しますよ。はい、わかりました、うん、なんと闇金業者は銀行に回した35万円の小切手が不渡りにならないよう、同額を加藤さんの銀行口座に送金してくれるという。何件ぐらいあるの、そういうのは。7件、2回目の不渡りを出し、会社が倒産となれば闇金業者も金の回収が難しくなる。結局2時過ぎまでに7社中5社が小切手を引き戻すことに応じた。残りあと55分ですけど、あと30分で話しつけて、残りの25分は確認作業。まだ喜ぶのね。まあ、そうですけど、成功率 55% ぐらいに上がったと思います。残りあと2社。うまくいけば2回目の不渡りを避けられる。俺も社長にわーわー文句言う、文句言ったところも始まんないからさ。うん、ありがとう。うん、だからそこはもう大人、お互い大人の話してさ。うん、うん。うん、どうしようよ。うん。で、俺の方で小切手も、俺の方で回収するよ、こっちの方に。できんの？この業者も不渡り回避に応じてくれた。ついにあと1社。銀行が閉まる3時まで残り35分。最後の業者が協力してくれれば、この日の不渡りが防げ、連帯保証人になってくれた親友を裏切らないで済む。今日7社あるんですよ。今日7社？ええ。で、ね、7社あって大原さんとかさ、ね、あの一番最後なんですよ。一番最後？元金だけでもどういう形でもね、分割でも何でもって形で返してはいきたいんですよ。元金だけ返す気持ちがあったら元金返してくださいよ。今日のじゃあ落としてくださいよ。この闇金業者は銀行から小切手を引き戻すのは時間的に不可能だという。再び猫次郎さんが電話に出る。吉田猫次郎と申します。現実現ちょっと気持ちって無理なんですよ。はい、分かっていただきたいんですね。時間を考えてもらって。でも依頼返却ばかりが全てではないですよね。いろんなやり方あるかと思うんですけど。いろんなやり方とは？振り込んでいただくとか。振り込み、はい、送ったばっかりのお金で、まあ、さらに落ちなかったらまたね、お金を取るってことですか？まあね、それはもう信用してもらうしかないですね。いや、信用も何も電話だけですよ。うちは電話だけで送ったんですから。お金をうちに、ね、送ったままで要は詐欺ってことですよ。そうですか。じゃあ訴えてください。え？じゃあ訴えてください。そういうこと言ったらお互い様でしょう。そちらだって犯罪。お互い様なんで、ね、だから僕も言いたくないですよ。僕も言いたくないですよ。なんとかなりませんか？3時まで残り20分。時間は迫っていた。加藤さんを信じ、連帯保証人になってくれた親友に800万元もの借金を背負わすわけにはいかない。お母さん、どうにかしてくださいよ。いや、どうにかしてください、どうにかしてくださいよって、お金借りるときとそういうときだけね、頼まれてもしょうがないでしょ。いや、分かってますよ、分かってますけど、もう時間がないもんですからね、私もどうしようもないんですよ、もう。その後もギリギリまで交渉を続けた。しかし、ああ、無理だから。どうしようもないですか？無理です。あ、そうですか。はい。3時まで残り10分。交渉は失敗に終わるのか。その時、銀行から電話が来た。資金の方手当てや。いや、今やってる最中で。やってる最中。3時ってのもあれじゃないですか。本当は3時はもうとてもじゃないけど、こっちの処理上無理なんですよ。1件だったら別にすぐできますけど、もう6件7件もあると、うちもいろいろ書類を書いてから、折り返しの電話しなきゃいけないから。ああ、それで時間かかるってことですか？時間かかりますか。ちょっと無理ですね。で、あとは一応不渡りという形で、もう銀行取引停止になりますんで、小切手発行は困りますんで。非常にも銀行担当者はただ事務的に言い放った。これで不渡り2回、事実上の倒産。
もう諦めるしかない。加藤さんは協力を約束してくれた闇金業者に電話をかけた。だが業者の言葉は意外なものだった。でどうしたの、三村さん、そんないい人なの？社長昨日のほら出したから、うん、まあ大変なんだろうなと思ったけど、うん、果たして闇金業者の発した意外な言葉とは。3時まで残り3分、この後衝撃的な結末を迎える。闇金業者に担保に取られた小切手が決済できず、この日ついに加藤さんは2回目の不渡りを出した。もう諦めるしかない。不渡り回避のため協力を約束してくれた闇金業者に電話をかけた。あ、もしもし、振り込まないでください。もう振り込まないで、ええ、あ、ダメなの？一件ダメ、どうしてもダメというのが出てきた。だが最後の一社だけ応じてもらえなかったと話をすると、なんと闇金業者から信じられない言葉が飛び出した。うちが出してやったらこれすぐ戻せる？27が立て替えでやったとして、今日相談助かるわけでしょ、その分は戻せんだ。なんと数日以内に返すのであれば利息なしで金を貸してもいいという。でどうしたの、三村さん、そんないい人なの？社長昨日のほら話出したから、うん、まあ大変なんだろうなと思ったけど、ただ今日の話だと、吉田先生の話だと、もうなんで頑張って仕事やっていけるって話だったから、金を貸してもらえれば不渡りを防げ、連帯保証人になってくれた親友を裏切らないで済む。だが数日後に27万円を返すにはまた誰かに借りなければならない。しかし借金を頼める友人はもう誰もいなかった。いや、三村さん、いいっすよ、やめよ。大丈夫？うん、これ先生と話はしてないけど、俺の判断でそこまでしてもらいたくない。27万円を返せる宛てなどない。違法な闇金業者とはいえ、相手を騙すようなことはできなかった。そして3時が過ぎた。これからどうしていけばいいのか、連帯保証人になってくれた親友に何と説明すればいいのか。今のことを考えてもしょうがないですから、これからじゃあどうやっていくか、保証人さんどうやって守っていくか、でどうやって金を返していくか、そこだけ今話します。こんなことでね、めげてやられないですよ。そう語った後、加藤さんはただ呆然と立ち尽くした。当選は去年1年間で1万件以上、全国です毎日30件近くに上ります。その後加藤さんは銀行取引は停止されたままですが、今は現金の取引を中心に地道に再建を目指しています。特集でした。本人は高校時代からの親友だった。会社が倒産すれば親友に800万円もの金を肩代わりさせることになる。残された道は銀行が閉まる午後3時までに債権者と交渉し、2度目の不渡りを防ぐしかなかった。会社再生のプロの力を借りながら、友情を、そして会社を守る命がけの戦いが始まった。どうにかしてくださいよ。お金借りるときとそういうときだっけね、頼まれてもしょうがないでしょ。いやいや、分かってますよ、分かってますけど、もう時間がないもんですからね、私もどうしようもないんですよ。もう果たして倒産は防げるのか。目撃ドキュメント、中小企業倒産の修羅場。東京錦糸町に中小企業経営者たちの駆け込み寺がある。事業再生コンサルタント吉田猫次郎さんの事務所だ。猫次郎さんはもともと大手商社のサラリーマンだったが、親の会社が経営危機に陥り、連帯保証人だった彼は借金地獄に。自殺未遂、闇金に拉致監禁されるなど壮絶な体験をしてきた。現在は本業の経営コンサルタントの一環として無償で闇金被害者の救済もしている。私たちが取材に訪れたこの日、緊急の SOS が入った。はい、猫次郎経営研究所です。電話の相手は中部地方で製造業を営む中小企業経営者。繰り出した小切手の支払いができず、この日不渡りを出してしまったという。子
で終わりだと思っちゃダメでしょ。頭、何度も言いますけど、頭柔らかくしないと。経営者の男性は借金減って手形小切手は使えなくなり、信用も失い、商売を続けるのが難しくなるため、事実上の倒産と言われる。この日、小切手の決済を迎えていた。もう一度不渡りを出せば会社は倒産する。現場に着くと、そこは修羅場だった。もしもし、手に不渡りなんか起こしやがってよ、すいません、クソみたいな会社でよ、クソなんだよ、めんところの会社はよ、はい、だったらな、そんなのもう会社なんてやめちまえよ、すっかり起動したら不渡りなんて起こすわけねえだろってのよ。社長の加藤さんに債権者から情け容赦ない罵声が浴びせられていた。さらに、ちょっとこのリプリを進めたんですよ。どうぞ。取引先の、そうです、今日どんな様子かって見に来たみたいですね。前日の こんばんは。ニュースリアルタイムです。リアル特集です。倒産の危機に追い込まれたある中小企業に密着しました。経営者が直面した修羅場を目撃、企業倒産の現実です。手に不渡りなんか起こしやがってよ、すいません、クソみたいな会社でよ、しっかり起動したら不渡りなんて起こすわけねえだろってのよ。債権者からの執拗な取り立ての電話。申し訳ないんですけど。押しかける取引先、ある中小企業が不渡りを出し、倒産危機に陥っていた。会社経営者の男性は破産寸前まで追い詰められていた。しかし、連帯保証人に迷惑かけて、ノーノーと生きてはいけないなと思いました。借金の保証債のため、かつての猫次郎さんと同じように生命保険目当ての自殺を試みていた。このまま放っておくわけにはいかない。翌朝、男性の元へ向かった。でも正直どれぐらい可能性あると思いますか？ 30%。 30%、はい、逆に言うと 70% の確率でいくら努力しても不渡りは出します。不渡りとは、例えば A 社が B 社に手形または小切手で支払ったとする。 A 社は約束した期日までに銀行に入金し、 B 社は受け取った手形小切手を銀行に持ち込む。すると現金を受け取ることができる。しかし A 社が入金できないと、 B 社は手形小切手を換金できない。これを不渡りという。不渡りを半年間に2回出すと、銀行との取引が停止される。こういう時だけね、頼まれてもしょうがないでしょ。いやいや、分かってますよ、分かってますけど、もう時間がないもんですからね、私もどうしようもないんですよ、もう。果たして倒産は防げるのか。目撃ドキュメント、中小企業倒産の修羅場。東京錦糸町に中小企業経営者たちの駆け込み寺がある。事業再生コンサルタント吉田猫次郎さんの事務所だ。猫次郎さんはもともと大手商社のサラリーマンだったが、親の会社が経営危機に陥り、連帯保証人だった彼は借金地獄に。自殺未遂、闇、生命保険目当ての自殺を試みていた。このまま放っておくわけにはいかない。翌朝、男性の元へ向かった。でも正直どれぐらい可能性あると思いますか？ 30%。 30%、はい、逆に言うと 70% の確率でいくら努力しても不渡りは出します。不渡りとは、例えば A 社が B 社に手形または小切手で支払ったとする。 A 社は約束した期日までに銀行に入金し、B 社は受け取った手形小切手を銀行に持ち込む。すると現金を受け取ることができる。しかし A 社が入金できないと、 B 社は手形小切手を換金でき、金に拉致換金されるなど壮絶な体験をしてきた。
現在は本業の経営コンサルタントの一環として無償で闇金被害者の救済もしている。私たちが取材に訪れたこの日、緊急の SOS が入った。はい、猫白経営研究所です。電話の相手は中部地方で製造業を営む中小企業経営者。繰り出した小切手の支払いができず、この日不渡りを出してしまったという。ここで終わりだと思っちゃダメですよ。頭、何度も言いますけど、頭柔らかくしないと。経営者の男性は借金返済のため、かつての猫次郎さんと同じように会社経営者の男性は破産寸前まで追い詰められていた。しかし、連帯保証人に迷惑かけてのうのうと生きてはいけないなと思いました。借金の保証人は高校時代からの親友だった。会社が倒産すれば親友に800万円もの金を肩代わりさせることになる。残された道は銀行が閉まる午後3時までに債権者と交渉し、2度目の不渡りを防ぐしかなかった。会社再生のプロの力を借りながら、友情を、そして会社を守る命がけの戦いが始まった。どうにかしてください、どうにかしてくださいよ。お金借りるときと。こんばんは。こんばんは。ニュースリアルタイムです。リアル特集です。倒産の危機に追い込まれたある中小企業に密着しました。経営者が直面した修羅場を目撃、企業倒産の現実です。てめえ不当たりなんか起こしやがってよ、すいません。クソみたいな会社でよ、しっかり起動したら不当たりなんて起こすわけねえだろってのよ。債権者からの執拗な取り立ての電話。本当申し訳ないんですけど。押しかける取引先。ある中小企業が不渡りを出し、倒産危機に陥っていた。